はい、こんにちは、吉田です。1日2本のみ運行する赤色のやまびこ号に乗車します。乗車していきます宇都宮駅では、路面電車の LRT が2023年8月に開業予定で、駅周辺の開発もかなり進んでいます。そして新幹線改札からホームに上がり、新幹線が到着。前重量は E5 系車両、そして後方が E6 系車両、赤いやまびこ号です。普段は東京秋田間を結ぶ小町号として使用されることが多い車両ですが、1日に2本だけ東京行きのやまびこ号として運行されます。自由席に乗車しますが、かなり空いていました。仕事終わりの一杯は札幌黒ラベル、栃木名物の岩下の新生姜ツナウマ揚げをいただきながらビールに舌鼓。新幹線で飲む仕事終わりの一杯はたまりませんね。そしてあっという間に大宮に到着。希少な新幹線で至福のひとときでした。おすすめです。